変身。はい、こんにちは、笠間博物館です。今日ご紹介する展示物はこちら、仮面ライダージオウ常盤壮吾初変身の像ということで、プレミアムバンダイ限定の食玩になっております。箱ちっちゃいね。手の大きさでこう収まるぐらいだから意外とちっちゃい。開けたらもっとちっちゃいかもしれん。5600円ということで、すごい高いですね。普通に真骨頂が買えちゃう値段。はい、まあ新品の価格ですけどもね、真骨頂も。いやー、こんなに高かったっけって感じですね。はい、プレミアムバンダイ限定ですので、まあ普通には売ってない商品となっております。で、今プレミアムバンダイで在庫を見たところ、三角となってるので受注だけでは売り切れなかったってことですね。はい、まだ余ってるという状況でございます。欲しい方はぜひプレミアムバンダイにて常盤壮吾初変身の像と調べてみてください。まあこれを見てね、欲しくなるか欲しくならないかはあなた次第ということで、パッケージはまああるあるですね。あのモノクロ茶色ですけども、こんな感じ。ガムのソーダ味が1個入りということで、対象年齢15歳以上、2019年8月の21日かな、今日は。開けます。どんな感じなんでしょうかね。お、プチプチに入ってますね。お、すごいいっぱい分かれてる。めっちゃ分かれてる。3つですね。3つに分かれてます。まず土台、常盤壮吾選手の像、前回も出てきましたよね。あ、めっちゃある。中にもまだあったわ。前回もあの仮面ライダージオウ最終話の1個手前かな、もう今これ撮影してるの21日なので来週最終回ですけども、この前も出てきましたね、初変身の像。まあでも断るたんびに出てきますよね。いいね、しっかりちょっと金文字っぽくなってますね。まあ5600円ですから、ここで手抜かれちゃ困りますよね。おー、今見るとなんかすごいな、いろんな時計のマークが。こういうのもね、まあさすがに凝ってますよね。これ SH フィギュアスとかと並べるといいのかな。でも食玩シリーズだから騒動とかかもね。裏面に関してはもうそのまんま、なんかそのまんまって感じですね。表はすごい彫りが深くて、なんか塗装感もすごい。これが針。お、なんかあれみたい、背中の羽みたい。大魔獣王とかな。お、まあジオの頭のね、針みたいな感じだね。こっちか、こうだ、こっち。で、これが一番センターに来る。おー、いいね、ライダー、文字が書いてあります。これいいじゃん、ライダー。でもまあ5000円かーって考えるとちょっとね、どうだろう。この常盤壮吾を見てみて、これでなんか HG シリーズのね、あの顔が歪んでるゴーストとかレオンさん動画でやったりしたけど、あのぐらいひどかったらちょっと泣いちゃうけど。さあ見てみましょう、どうだ。せーの、ドン。お、あれ、これはちょっと誰誰だ今。うーん、まあ常盤壮吾っちゃ常盤壮吾だけど、プレミアムバンダイのサイト見てるんですけどね。まあ確かにそれっちゃそれだな。うん、若干そんな、なんかこれ俳優さん誰だって言われたらちょっとわからないですよね、ちょっとね。あと柔らかい素材が結構すごい柔らかいですね。ベルトに関してはでもすごい作り、時空ドライバー。あ、これはなんで、なんで
まあ、デラックス版を元に言いますけど、ここの部分めっちゃ肉抜き、これ隠してほしいでしょう。あ、回るんだ、てか取れるんだっていうか取れるんだ。まあ回るならまあ OK だけど、ここ埋めれなかったのかな。これ埋めてほしかったな。まあでも回るんだったらちょっとね、このまんまの状況じゃおかしいから、やっぱこの状況にしないとね。ん、ちょっと待てよ、逆か、逆だね、こっちか、こっちに回るようにしないと。でもまあスニーカーとかの作りもすごいし、服装はもう総合くんそのままだからね。じゃあちょっと置いてみようか、これどんな感じになるかね。お、ちょっと置けばもうさすがにね、時はそうだね。これをね、どのようにして組み立てるのか、これをまず置くよね。あ、ここに組み立てる、こうだよな。で次がこれかな。なんでこれ針2つあるんだろう、どっち、どっちもいいの。下にもう一個とか、いやでもないよな、予備かな、予備パーツだ、長針、長いとやっぱ折れちゃうからかな、これ予備ですね。であとはこれを取り付ける。あ、結構パチって言ってはまるね。最後これだね、1って書いてある、1、どっちも1やん。これでここにはめる、ん、入ってる、これ向きとかあるかな、あるね、向きあるね、逆だ。じゃあどっちがどっちかわからん、どっちでもいいと思ったら意外と向きちゃんとありましたね。さあできました、ちょっと見てみましょう。はい、これが発炎神の像でございます。まあちょっと歴代ライダー欲しいよね同じこの素材感とさ、サイズ感で歴代ライダー欲しくなるよね。でもまあいいんじゃないか、すごく。じゃあちょっと変身待機音鳴らしてみようか。変身！はい、というような感じで、まあデラックス玩具があると連動して遊べるということになってますけども、5600円か多分普通のね、普通の人ならどのぐらい、まあ、普通ではどこを指すかわからないしあれなんだけど、まあ僕の感覚で言うと普通に高すぎですちょっとありえない値段だと思います。5600円はやっぱね、2500円ぐらいだね、出して、うん、これ払って2500円ぐらいだと思う。ちょっと高すぎるね。こんなこれ一個でどれぐらいの利益が本当に出ちゃうんだろうって思っちゃうぐらい高いわ。これ買う人なかなかいないでしょ。だってこれはなかなかいないよね。まあちょっとじゃあ
そんな気分もね、あれするためにグランドジオでも鳴らしてきますか。はい、見ちゃいけない後ろの真実はい、ということで今日はこちら常盤相互の像でした。それではまた明日。